皆さんこんにちは、203です。今日はスラムレッド E タップのリアディレイラーの調整の仕方を動画にします。こちらがリアディレイラーなんですけども、この2つのネジでディレイラーのリミットを設定することができます。こちらがローリミットのネジになっていまして、こちらがハイリミットのネジになっています。 2.5mm の六角レンチで回していきます。今映ってるのがロー側のリミットのネジになってますんで、実際にギアを一番ローまで動かしています。ローまで行くとそれ以上内側に落ちないようにここでリミットがかかるようになってます。これはネジで調整することができます。ちょっと実際にネジで動かしてみましょう。こうすることでリミットを変えることができます。こちらが排側のリミットのネジになっています。今ギアがローに入ってますんで一番重いギアまで動かしていきます。こちらがリミッターの板になってますんで、これが動いていくのが分かると思います。スラムレッド E タップのリアディレイラーの微調整なんですけども、レバーの方で行います。シフトレバーのボタンのところの裏に機能ボタンっていうのが実はありまして、その機能ボタンを押しながら同時にシフターパドルを押していくことによって微調整をすることができます。こちらのボタンが機能ボタンになります。シフトを変えるパドルの裏についています。右のパドルを押すと外側に、左のパドルを押すと内側にリアディレイラーが、細かく動いていきます。1回押すごとに 0.25mm 動くことになってますんで、ちょっと見た目ではなかなか分かりにくいんですけども、本当に細かな微調整をすることができます。実際はクランクを回しながら、チェーンのガチャガチャ音がなくなるところまで、ボタンを押していけばいいところに調整できると思います。では実際今からやってみます。ちなみにですが、 E タップのバッテリー残量の確認なんですけども、シフトを行うと LED が点灯します。 LED の色は残りの乗車時間を示していて、緑色で点灯すると15時間から60時間、赤点灯だと6時間から15時間、赤点滅だと6時間で電池が切れるという表示になってます。実際やってみましょう。で今言ったのが、リアのディレイラーの、バッテリー残量の話で、フロントだと緑点灯で22時間から90時間、赤点灯で9時間から22時間、赤点滅で9時間となってます。シフターの方は、緑点灯で6から24ヶ月、赤点灯で1から6ヶ月、赤点滅で1ヶ月となっています。いかがでしたでしょうか。今回はスラムレッド E タップのディレイラーの調整の仕方を動画にしました。もし役に立ったと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。